BMW スペシャルライブ。窓の外は曇り空ですね。場所によっては雨が降ってるところがあるかもしれません。皆さん安全運転でよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、久保田芳美です。さあ8月31日野菜の日、これからの55分間は大分下郡大分 BMW 本社ショールームからスペシャルプログラム大分 BMW スペシャルライブを生放送でお届けします。イエーイ。さあお相手は僕久保田芳美と、そしてBMW の上村アナです。よろしくお願いいたします。じゃあここでちょっと買えそうな方、今回スペシャルゲストいきましょう。FM 大分毎週日曜日午後6時から放送の吉井清松のあなたの未来のパーソナリティとしてもおなじみの清松社長です。こんにちは、よろしくお願いします。はい、大分県で一番有名な社長、吉井清松です。ごきげんよう。よろしくお願いします。もう2人でさ、もう隣で待ってんのに2人でなんかもう話盛り上がっちゃって、もう僕の 出番ないんじゃないかと思ってます。いや、清松さん実際に、あの乗られたんですよね。そうです、そうです。アンナさんからさ、これはこうするんです、ああするんですよとか言って、こう手取り足取り、足は取ってない、足は取ってないですね。すみません、いろいろ教えてもらっても、はい、もうたくさん教えてもらったんですけども、うん、R と D しか分かりませんでした。まあでもそう、確かに僕も乗った時に、まあ、いろんなインフォメーションディスプレイとか出てて、うん、あの一瞬ね、どれが何なんだろうっていうのは覚えるの時間かかるんですが、そうじゃない直感的な部分、そのトランスミッションのそういったところとか、そこさえ覚えておけばどうにかなるというか、どうにかなりますよ ね。本当に見た感じすごいじゃないですか、ごっつい、これバスかって思うぐらい大きな感じがしたのに、はい、生入ってしまうとね、すんなり座れるんですよね。で、周りがこうすごく、まあ、ちょっと高いんですけども、そんな違和感なく乗れるっていうのがすごいですよね、うん、やっぱあれですよね、その運転席とか乗ってる時 そのアイポイントが高いと周りがよく見えるでしょ。そうそうそう、そういう感じで、で室内の広さはすごいですよね。僕大体運転は一緒にいるときに女房にしてもらうんですよ、うん、で大体こう僕が喋ってるとなんか頭くることがあるとコツンとかやられるんですけども、うん、コツンが届かないんですよね。なるほど。ちょっと平和的な距離感も保たれる。平和に乗れる。平和に乗れます。だから横もちょっとこう余裕があるということですね。そうでもちろん縦も中もそうそう、ドリンクホルダーがさ、普通の車だったら縦じゃないですか、はい、X5 は横なんですよ。ほう、だからそれぐらい広く取れてるっていう、横にも置けるようになってるよ。横にドリンクホルダーが2つ並ぶんですよね。普通の車って縦じゃないですか、うんうん、だからその分なんかやっぱり広さを感じるっていう感じですかね、うん、まあシート自体も大きいんですけども、うん、本当に乗ってて快適ですよね。乗ってて快適って大事ですよね。でこれ実際にハンドルを握った時はどうでした？すごくもう僕ね、自動運転なんか挑戦してみようかなと思って、僕こっちに来るときに、宇佐市の15線に出てから自動運転スイッチを入れて、ずっとそのまんま自動運転で走って、まあ途中ね、ハンドル離すと怒られるんですけど、ハンドルから、もう持ってくださいとか言って言われるんですけど、まあちゃんと持つんですけども、ずっとそのまんま走れるんですよ。で自分の意思でハンドル動かすことなく、アクセル踏むことなく、ブレーク踏むことなく、ずっと別府まで来ました。で、信号待ちで止まった時にもアクセル ポツッと押すだけでまた自動運転に戻ってくれて、これが自動運転だ、世界の最先端がこうなってんだって、なんかすごくね、AI に感動しましたね。なるほどですね。まあいろんな諸条件ありますけどもね、まああとやっぱり優れてやっぱエンジンですよね、うん、エンジンどうでしたか、6気筒エンジンは、ディーゼルは、ディーゼルなのにこんなに静かなんだって見てちょっとびっくりしましたよね。僕ガソリン車を乗ってるんですけども、ガソリン車よりもしかしたら静かなんじゃないかぐらいな、本当に違和感がないんですよ、うんうん、女房に運転してもらって僕横で寝てるんですけども、眠りを妨げないそんな感じでね、本当に静かな車内で、もうあれでもうディーゼルなんて信じられないっていう感じですよね。本当そうですよね。やっぱね、それはね、我々が本当おじさん3人乗ってたんですけど、うん、びっくりしてました。こんなにスムースなのっつって、ね、だってそうトルクの出方もすごいじゃないですか。ねえ、ね、あの
なんかアクセル踏んだらさ、スーッとこうあのちょっと軽い G を感じながら出るっていうのはすごくあの感じいいですね、あれね。やっぱああいったトルクが強いと山坂道をね、そうですね、走ったりとかするのもね、楽ですよね、あの本当に全然違和感がないですよね。他の車なんかあの、坂道でこうアクセル踏んだりするじゃないですか、はい、そんな感じないですもんね、うんうんうん、やっぱそれだけなんだろう、この余裕があると申しましょうかね。そうです ね, ね、もうまるであのもう清松さんのようなね、余裕がある、そうですか、あもう余裕がある感じ、もうなんか包容力たっぷりじゃないですかこれ、もうどんと何でもどんと濃いな感じがしますよこれ。久保田さんに言われるよりアンナちゃんに言われた方が嬉しいんだけどね。なんでしょそれは、私ちょっとなんか不愉快になってきました。やや不愉快になってきました。そういうこと言われてますけど、担当担当カメラです。カメラ言われてますよ、注文書を持っていくかと思います。あもう多分それで多分ちょうどいいと思いますよ。そうです、ね、今の流れだと多分注文書に判をついてくれると思いますから。じゃ あ, あのこの後ちょっと、ね、一旦ちょっとあの曲挟んで注文書書いていただくということで、曲、ねはい、の間に準備をしておきます。その間に準備しましょうね。はい、久保さんとちょっと一回ちょっとこれブレイクしていただいて、はい、ありがとうございました。契約書にねサインをしていただきました木本社長。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そこでスパイブあの僕5シリーズの方がいいんだけどね。あ、5もいいですね。じゃあもう5も一緒に、ね、だから同じ5ですからね。あそうですね、ね、やっぱりでもこうなんでしょう、やっぱビジネスマンが、うん、ビジネスマンズエクスプレスっていう感じで仕事をやっぱりね、はい、海外の方とかやっぱりこう、ね、高速道路を使って時間短縮するために BMW とか乗ってらっしゃるって聞きますから、ね、まさに清松社長のような方なんかね、ぴったりです、ね、ぴったりです、間違いないです。ぴったりじゃないですか、はい、どうですか今日、今日いかがでした。本当にあのまあ、この前試乗させてもらったのもなんか、4日間あの満タンに済みますので自由に使ってくださいとか言われたんですけども、ほとんどね、なんか、ガソリンのメーターが下がらない。おあすごくなんか燃費いいんだなと思ってね、びっくりしましたよね、うん、まあ、こんなあ車だからもしかしたら今の車の維持費を考えるとあもしかしたら、こっちの方がいいかなって本当に思ったんです。なるほどですね、まあ、あの大きさにしてはねすごく燃費が、うん、本当にびっくりするぐらいいいですね。ディーゼルっていうところも減らないんですよね、メーターの針が。やっぱその辺はやっぱ嬉しいですよね。そうですね、なんかまあいろんなものがやっぱねこうなんだろう、この楽というか、うん、いい方にねサイズも含めて乗った感じも含めてね、うん、静粛性も含めてね、清松社長にもまあ気に入っていただいたということなので最高です、ね、ありがとうございます。ぜひまたね番組の方もねBMW の中で聞きたいですねこれね。日曜日の番組をね、ぜひとも、はい、ね、またBMW の話もね、よし、清松のあなたの未来の方でもしてください。はい、わかりました。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ごきげんよう。さようなら。